はい、どうもこんにちは。これなんだかわかりますかね。これヤドカリさんですね。結構大きいヤドカリさんなんですけどね。7センチぐらい多分ねあると思いますね。このヤドカリさん、なんと脱皮しました。これね、脱皮のこれ殻です。ほら、上半身のとこですね。で、中にはね、脱皮したヤドカリさんがいますね。まだ脱皮したね直後なんでね、まだ触るとね、これ柔らかいんですよね。ちょっとまだね、体が柔らかいんでね、外に出てきてくれないですけどね、脱皮してくれました。今日あの仕事行ってきたんですけどね、朝出た時はね、まだね脱皮始まってなくて、夜家帰ってきたらね、もうすっかり脱皮してね、こんな状態になってましたね。脱皮の殻ってこんな感じなんですね。よいしょ。お尻の部分はね、なんていうか、こんな風に硬くないんで、ちょっと裏返んないですね。ここですね、ここのところがね、ちょうどお尻の部分なんですよね。お尻のところもね、少しこう皮がね、むけてね、こういう風に残ります。で、上半身のところはね、もうそのままですね、これ。硬い殻ですね。なんで、こう家帰ってきて、こんなのがね、水槽の中転がってるとね、あれ、死んじゃったのかなと思うんですけどね、よく見るとね、脱皮してるってことが結構あります。で、脱皮の前って、今回もそうなんですけど、1週間ぐらいもう餌食べなくなるんですね。で、たまに動きもすごいゆっくりになったりして、なんか調子悪いのかな、なんかこのままなくなっちゃうのかなとか思って、すごい心配になるんですけどね、まあ脱皮の前兆なのかなと思って、あんまり無理にこう餌食べさせるようなことをさせないで、まあ、水もきれいな状態で保って、置いとくと、だいたい1週間以内に、ね、脱皮してたりしますね。今回はそのケースでした、まあね、ちゃんとね脱皮してくれてよかったですね。全然動かないですけどね、あのこれちゃんと生きてますからね、うん、多分1週間もすればね、あの殻がね固まってくると思います。あ、今ちょっとハサミが動きましたね。もう一回動かないかな。うん、そんな感じです。ちょっとね、まったりね食べるとこ観察してみましょう。後ろの子も食べてますかね。ちょっとね、手元が隠れて見えないですけどね。ん？何してんの？なんかじゃれ合ってんですね。あれ、あんた食べたの？あんたアサリ持ってないじゃん。さっきあげたやつは。もう食べちゃったの？アサリさんここにあるから。気づいてないですか？これ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 、ほらほら、これこれ、あ、気づきましたね。なんかお腹いっぱいなんですかね。あ、上手に食べてますね。ハサミでね切りながらね、口に持ってってね。